ダブルスレベル1の決勝戦を行う選手は、アトミ学園女子大学西澤彩香選手、法政大学高橋翔太選手ペアと、早稲田大学中村ノア選手、同じく早稲田大学松永あゆみ選手ペアです。またダブルスレベル1は決勝、ダブルスレベル1決勝戦は501クリケットチョイスの3レグマッチ、先に2勝したペアの勝利となります。なお01はオープンイン、オープンアウトとします。レフェリーは澤田が務めさせていただきます。
これはやらかした。
優勝は早稲田大学中村ノア選手、早稲田大学松永あゆみ選手ペアに決まりました。皆さんもう一度盛大な拍手をお願いいたします。